ロチ仕出しの一心では、ただいま結納法事のお料理また懐石のご注文を受けたまわっております。出前は迅速どこへでも、料理はご予算に合わせて調整いたします。アロチ仕出しの一心や。品揃え抜群、カメラの西本築地店オープニングセール、お買い得カメラビデオが続々登場、写真展などの楽しいイベントもいっぱい、和歌山のど真ん中、カメラの西本築地店へ。豊かな心、広がる文化、楽しい催しがいっぱいの県民文化祭開幕フェスティバルは、古典落語を聞く会と高校生の音楽会、9月5日午後1時30分から県民文化会館で開催。和歌山市の青年祭りが始まるよ。9月5日6日は和歌山城砂の丸広場へ集合。明石家さんま、新助龍介ほか、楽しい催し物がどっさり。青年祭りへ連れもて行こう。障害者年にちなみ、みんなで考える国際障害者年をテーマに、広く県民の皆さんの発言を求めることになりました。応募の種類は小中学生、高校、大学生、それに一般などの部と、障害者と障害児の方、あるいはその家族の皆さんの立場の2つの部門があります。応募方法は400字詰め原稿用紙2枚以内で、展示の場合は32マス片面書きで、1ページ17行の3ページ以内となっています。住所、氏名、年齢、職業と応募部門をお書きの上、和歌山市駿河町の県身体障害者総合福祉会館内の身体障害者連盟まで郵送してください。なお締め切りは来月10日の消印まで有効です。次に和歌山市から和歌山百景の作品募集のお知らせです。和歌山市ではふるさとの自然や歴史、町並みを未来に伝えるため、和歌山百景を描いた作品を募集しています。応募資格は県内にお住まいの方か、県出身者、あるいは和歌山市内に通勤通学する方で、小中学生は除かれています。作品は画用紙や剣塗紙、和紙に和歌山市内の風景をスケッチした油絵や水彩、鉛筆画で8号以下の大きさとなっています。この和歌山百景の作品は10月26日から31日まで和歌山市役所市民文化の課で受け付けています。応募作品は11月10日から22日まで市民会館で開く和歌山百景展に展示し、入場者の投票で入選作を選び、パンフレットや絵はがきに利用して
和歌山の観光 PR に役立てることになっています。このほか作品募集についての詳しいことは和歌山市役所の市民文化の課にお問い合わせください。続いて御坊市から御坊市史第2巻の発刊のお知らせです。御坊市史は通史編、資料編の各2巻の全4巻からなっており、今回は3巻目で、秋には最終巻の資料編1が刊行されることになっています。今回刊行された第2巻は A5 版の1515ページで、現代の御坊、合併前の町村史、考古、民族と文化財の4編からなり、合併前の各町村史が詳しく記されているほか、御坊花殿建設に至る経過など御坊の歩みが一目でわかるようになっています。この御坊志士は各巻5000円となっており、御坊志士をご希望の方は御坊市役所内の志士編纂室にお申し込みください。次に和歌山市から旧庁舎の記念品プレゼントのお知らせです。市民に親しまれてきた旧庁舎は老朽化のため今年2月に取り壊されましたが、旧庁舎の階段や手すりに使われていた大理石や壁石から旧庁舎の思い出にと文鎮や花台が作られました。文鎮は黒の大理石で、また花台はトラバーチンというサンゴの化石でできた大変貴重なもので、旧庁舎の長い歴史が刻まれています。和歌山市ではご希望の方の中から抽選で500名の方にこの文鎮と花台のうちどちらか1点をプレゼントします。記念品ご希望の方ははがきに住所、氏名、電話番号を書いて和歌山市役所管財課の記念品申し込み係へ来月15日までに申し込んでください。おしまいに海南総遊会から第3回新国タイム制マラソン大会のお知らせです。海南総遊会では自分が申告したタイムと実際に走ったタイムとの正確さを競う新国タイム制のマラソン大会を来月23日の秋分の日に海南市民運動場を中心に開きます。参加資格は中学生以上の男女、それに中学生以下の参加の場合は保護者の同意が必要で、コースは 2.5 キロ、5キロの2種目があります。参加ご希望の方ははがきで参加種目、住所、氏名、年齢などを記入して来月10日までに海南市日方647番地の松尾モータース宛てにお申し込みください。さて、この番組に対するご意見ご希望はご覧のところまでお願いします。それでは今日の町から村からはこの辺で。うまくいきそうだな、今年の夏。いつでもどこでもあなたの暮らしに。お父さん、どうしても言い出せなくて、私たち結婚します。ご婚約なさったらプラネットダイヤモンド、ショッピングタウンココ1階土橋で。転生人語のスクラップブックができました。ただいま小林新聞舗ではご希望の方にプレゼントいたしております。この機会にぜひ朝日新聞のご購読を。お申し込みは海南市築地小林新聞舗へどうぞ。9月5日6日7日三階堂秋の宝石大展示会。9月5日6日7日和歌山東急院3階。
和歌山競輪公設ただいま好評開催中。ファンの皆様お揃いでどうぞ。発走は12時です。なお開催中の競輪場周辺の路上駐車は固くお断りします。心に触れる作品の数々。第14回和歌山県勤労者美術展がご覧の通り開催されます。暮らしの中に芸術との触れ合いを。詳しくは県庁労政課まで。